メニルモンタン通り、メニルモンタンのメインストリート。パリ中心部、ポンピドゥセンターを望むメニルモンタンは、フランスの首都パリの20区にある地域。古来、メニルモンタンは、ベルビルという独立したコミューヌの中の村落であったが、1860年に他の郊外のコミューヌと同様パリ市に編入された。メニルモンタンの地名は悪天候な家。 悪天候な集落を意味するメニール・マウトムから来ている。おそらくはパリを見下ろす丘の上にあったため、または当地に登る急な坂道ゆえに、マウトムは16世紀に上にあるという意味の満タントへ転化した。1224年から記録に残り、ベルビルの山の斜面の豊富なぶどう畑から採れる、ぶどうを絞る圧搾機を持った集落として知られた。1860年の編入までは、 メニルモンタンはパリの物品入試税協会の外にあったため、18世紀には多数のギャンゲットが栄えた。1860年の編入以降もメニルモンタンはアルゴでマニルモッチーとあだ名された労働者階級の地域が残り、20世紀後半まで下町情緒あふれる地域として知られた。ありがとうございます。